毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。日本物理学会70周年の企画、物理学70の不思議解説シリーズへようこそ。今回の不思議は、スピンの流れを制御する、スピントロニクスの挑戦、です。エレクトロニクス、じゃなくて、スピントロニクスって何なんでしょうか。物質に電圧をかけると、電流が発生します。オームの法則って知ってますよね。この電流の正体は電子の流れです。電子は電荷を持ってるので、クーロン相互作用によって動きます。マイナスの電荷を持ってるせいで、電流方向と電子の流れの方向が逆って話、最初聞くと混乱しますよね。電子は電荷以外にスピンというものを持ってます。スピンをわかりやすく言うと、ちっちゃい磁石です。つまり電子は電気的な性質と磁石的な性質の2つを持ってるわけです。電気的な性質を使った技術、デバイスをエレクトロニクスっていうのに対して磁石の性質を使ったものをスピントロニクスって言います。スピントロニクスの実用例で言うと、スピンの並び方によって電気抵抗の大きさが劇的に変わる巨大磁気抵抗効果の原理がパソコンに入ってるハードディスクやフラッシュメモリに使われてます。で、さらに、これから実用化が期待されてる現象として、スピンの流れ、スピン流ってものがあります。普通の金属に電流を流すと、N 極を向いてる電子も、S 極を向いてる電子も同じ方向に流れるので、磁石の性質は打ち消し合って消えちゃいます。でも、何らかの方法で、N 極を向いてる電子と S 極を向いてる電子の流れ方を変えると、磁石の性質の流れ、スピン流が発生します。特に注目されてるのが、N 極を向いてる電子と S 極を向いてる電子の流れの量が同じで、向きが反対の時、電流は流れないけどスピン流が流れる、純粋スピン流を効率的に発生させる方法です。このスピンの流れは物質中ですぐ消えちゃうので、これまであまり知られてきませんでした。が最近のナノテクノロジーの発展で、すぐ消えちゃうスピンの流れを検出できるようになってきました。検出方法は、電圧測定です。スピン軌道相互作用の強い非磁性の物質中にスピン流が流れると、流れと直交する方向に電圧が発生します。この電圧を測ることで、逆にスピン流の量が測れます。この現象は逆スピンホール効果って呼ばれてます。電流を流すと直交する方向にスピン流が流れるのが普通のスピンホール効果でその逆なので逆スピンホール効果です。最近では、強磁性体と金属を貼り合わせて、強磁性体側のもともと揃ってるスピンを揺らすことで、金属側にスピン流が注入できることや、光や熱、超音波でスピン流を作れること、磁性体と金属の界面に温度の傾きをつけると、金属側にスピン流が注入されるスピンゼーベック効果や、トポロジカル絶縁体から表面スピン流を取り出せることなどが実験で実証されていて、デバイス化にどんどん近づいてます。また、デバイス化だけじゃなく、スピン流の理解をもとに、スピントロニクスにおける新しい現象の発見や、基地の現象の新しい理解が進むことが期待されています。スピントロニクスを使ったデバイスは、電流を流すと発生するジュール発熱が抑えられるので、未来の省エネデバイスとして期待されてます。そんな感じで、スピン流のお話でした。皆さんの身の回りの電化製品もスピントロニクスが使われたものにどんどん変わっていくかもですね。間違い、コメント、ご意見がありましたら、コメント欄、質問箱等でお願いします。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローよろしく。ほなまた次回。